ベルサイユイコールシャ島駅は、イルドフランス地域圏急行鉄道もー線の駅で、ある。この駅は、イブリーヌ圏ベルサイユにある。この駅は、リーク5線の終着駅であり、ベルサイユ宮殿に一番近い鉄道駅で、ここから総通りを北西へ歩いて500メートルの距離で、ある。1837年、パリ近郊の最初の鉄道が、パリとサンジェルマンアンレ例間で開通。 1839年、パリのサンラザール駅からセーヌ川の右側を通って、ベルサイユリブドワット駅に着く路線が開通。1840年、パリの現在のモンパルナス駅からベルサイユまでの鉄道がセーヌ川の左岸を通って開通。ベルサイユリブ号周期の開業となる。1855年から1900年までの数回のパリ万博を通して、パリの鉄道は発展し、 路線が伸びたり統合されたりしていった。1979年、パリとベルサイユリブ合衆間の鉄道が、フランス国鉄 SNCF ーシー線となる。2012年、以下の刷新計画が、SNCF より発表された、旧、ベルサイユライブ合衆、シャトーでベルサイユ新、ベルサイユシャトーライブ合衆1840年の、開業以来、ガラスが大変痛み、 落下の危険もあるため、全面的に修復。2015年末より、写真パネルによる内装も加わり、駅舎内外が新しい姿を見せている。ありがとうございます。